井草八幡宮井草八幡宮は東京都杉並区の神社である。別表神社。大梅街道沿い、早稲田通り沿いにある。都内でも有数の広大な社像を誇る。この地域一帯は地の井とも称され、明治期までは地の井八幡宮とも呼ばれていた。源の頼朝が起承して、霊言を得、手植えし奉建したと伝えられる大井松。 天然記念物イグサ八万の松があったが、1973年に枯れてしまった。現在その受根の一部が当社回廊に飾られている。アニメ、物語シリーズにて、作中の北白蛇神社のモデルにもなった。縄文期から人々が生活していた、この地に神が祀られ、神社としての形態を整えたのは、平安時代末期と言われている。当初は、 春日神を祀っており、源の頼朝が、欧州討伐のおり、八幡神を合詞して、戦勝を祈願して、以来八万宮を合詞し、後年春日社を末社として放祭するようになった。文明九年には、大田道館が、百字以上の豊島氏を、高うむるにあたり、戦勝祈願をしたと言い伝えられている。江戸幕府三大将軍の徳川家光は、自社奉行、井上正都をして、 社殿を造営し、慶安2年に、主院領六国を寄進している。以降、幕末まで歴代将軍から、主院地の寄進があった。その頃、宇治古数傾者により、石道路を、石鳥居、狛犬、手水盤などが封建された。明治以降も宇治古数傾者によって、社殿の改修や増築が繰り返され、同時に植林も行われた。文化殿、民族資料館。 幼稚園を設置している。ありがとうございます。